皆さんこんにちは、石場です。私はこれまで日本体育大学で30年間指導してまいりました。数年前に引退をしましたけども、これまで経験をしてきたこと、教えてきたこと、たくさんのバドミントンに関することをですね、この YouTube を使ってたくさんの方にお知らせをしていこうと思って、これから配信をしていきたいと思いますので、どうぞ皆さんこれから石場のチャンネルをですね、ぜひ登録していただいて、技術の向上、バドミントンの楽しさをね、もっと知っていただけたらなと思います。はい、後ろの下がり方についてお話をしていきたいと思います。シャトルの速さで動きを変えろということなんですね。皆さんは後ろに下がるとき、どのようなフットワークで動いておられますか？1種類ですか？それとも2種類、3種類、何種類もあっていいと思うんですね。それはどうしてかというと、当然打たれるショットフライトがですね、ハイクリア、これもあればドリブンクリアもあります。そしてまあその中間の球もあるわけですね。でこれ当然ハイクリア、ドリブンクリア、その中間のクリア、時間が違います。ハイクリアは時間がかかります。一番短いのがドリブンクリアですね、その中間、ですから少なくとも最低3種類の動き方、足のさばき方を覚えておかないと、対応はできないと思います。この3つの時間の速い球、遅い球、この、時間の違うショットを1つの動き方で対応しようとすると、なかなか、ミスにつながったりとか、タイミングが合わなかったりとかいうことになるんですね。はい、ということで、シャトルの速さによって動きを変えろ、最低でも3種類必要だということなんです。まあ、この下がり方の、じゃあその3種類、どういうふうな3種類で、3種類なのかということをですね、説明をする前に、まずホームポジションで、まあ、ネットがあって、まあ、ホームポジション、ここで、での構え方、まあ、準備をするわけですけど、待ち方ですね。それじゃあどういうふうにするのか。まあ、いろいろあると思うんですね。例えば足を平行に開く、これも一つだと思います。そして結構大きく前後に、まあ利き、こっちは利き足ですよ、利き足が右であれば右が前っていうのもあると思うんですね。私はどちらかというとこうではなくて、ちょっと前、利き足が靴、半足分っていうかぐらいちょっと前っていうのを推奨しています。これどうしてかというとですね、まずこういうふうに平行で構える、まあ別に悪いことじゃないんですよ、平行で構える、平行で構えるとどの動きに強くなるかというと、どちらかというとサイドなんですね。前後、まあ、仮に体をこう前後に押されたりしたら、当然平行で構えてますからバランス悪くなります。でもサイドについては非常に強くなりますね、サイド。ということはこの構えはどちらかというと
相手が攻撃をしてくる、スマッシュを打ってくる、それに対してサイドで右も左も同じような形で左右に強くっていうような感じです。ですからまあ攻撃にを受けるよ、受けることを想定したというか、そっちを重視したスタンス、構え方なんですね。そして逆に大きく利き足を前、これ、体で言うと横にこう押されたらやっぱりブレますね、体勢があまり良くありません。でも前後には非常に強いです。そういう意味で言うとこの構えは前に動く、後ろに動くにとってはとても力強く動ける。要するに自分が攻撃に転じよう、自分が攻撃としてこれから動くぞという時にはこういう利き足が前というのが非常に効果的です。はい。でもラリーをする中で自分が攻撃なのか守りなのかというのはそのラリーの中で違ってきますので、場面場面で違ってくるので、どちらにも対応しようと思うとこうではなくてここちょっと前、まあ前後にも強い左右にも強いということで利き足が靴半足分ぐらい前ですかね、これ肩幅より靴一足分ぐらい外ということになります。で、まあ、この構えで言うとですね、動きの悪い人はこの構えが広いことが多いです。まあ、これがこうでもですよ、広いすぎるとこれは、バランスはいいのかもしれないけれど動くときに足が出づらいんです、はい、なので肩幅から靴一足分ぐらい広いところに位置取りをした方が体はスムーズに動きやすい、はい、もう平行でですね広く構えてしまったらもうどうにもなりません。まあ、手元で取るのだったらいいかもしれないけれど、やっぱりまず今シングルを想定してますので、シングルで大きく動くことを想定するとやはり広く構えることはいいことではないんですね。スタンスが広いということはですね、どうして動きづらいかっていうと、スタンスが広いから重心の移動がしづらいんですね。で、動くときっていうのはこの重心をうまく使って初動に入っていくんですよ。なので広いと重心の移動がしづらい、重心の移動がしづらいから最初の一歩が出づらいんです、はい、ということが広いのがダメという原因なんですね。逆にじゃあ狭いとどうなるのかというと、狭いとですね、当然バランス悪いです。バランスで狭いと重心を落とすことも難しいし、前傾したりするのもなかなか難しい。要するにきちっと膝を少し曲げて上体を少し前傾させてという形にはなかなかなりづらい。要するに棒立ちになってしまうんですね。棒立ちになると当然前後に左右にぶれやすいということで、まあ構え方的にはスタンスは肩幅より少し靴一足分ずつぐらい広く、そしてスタンスとした形としては利き足が靴半足分ぐらい前というのが私は一番動きやすいように思うので、こういうふうな形を教えています。はい、いいですね。
次にですね、まあ、ダブルスの場合もちろん違いますよ。ダブルスの場合は利き足を下げてレシーブしたり、利き足が前でレシーブしたり、平行でレシーブしたり、いろいろあります。これもまあ状況によって、いろいろ作り構え方をですね変えていけばいいんですけど、今回はシングルスを中心に広く動くための動きということで、真ん中でポジションを取った時のリズム、タイミングっていうところのお話をちょっと しとかないといけないんですね。どうやって動き出すのかということ、ここはとても大事なんです。これどういうふうにタイミングを取るかっていうと、相手が ヒットした時がここの着地です。この球が相手が打った瞬間、当たった瞬間です、ね、これがずれると動きは全く動けなくなります。なのでやはりリズムとタイミング、これとても重要なんですね。力技で動こうとか、打たれてから球を見て動こうとかいうんでは、フェイントですね、相手のフェイントに、うまく対応できなかったりするんです。でも当たった瞬間のタイミングで最初のこの動き出し、たったというたたというのが足と相手が打つタイミングがここですよ。この利き足が着地するタタですよ、ね、この着地が合えば前にも後ろにもスムーズに動けるので、ここのリズムとタイミング、相手がヒット、まあ、下からでも全部そうです、下からでも上からでもとにかく相手が球をヒットする瞬間にちゃんとここでポジションで自分の利き足でタイミングを取る、これまず絶対に大事なので、これを意識して練習してください。そうじゃないとうまくなりません。でこのタイミングとリズム、タイミングというのはもちろん相手によって全然変わっていきますよね。打ち方とかスイングの速さとかいろんなことで変わっていきます。だから上手い人はそのタイミングを、いろんなタイミングを持っています。ゆっくりなタイミングか速いタイミングからチェンジできる。だからその動きというか振りというか、それにリズムとタイミングを合わせられないから最初の初動がうまくいかない、うまくいかないからその後動き、前にも後ろにもやっぱ動けないということになるんです。だから一番まず動くときに大事なのは、このリズムとタイミングをこのセンターで、真ん中でですよ、動くときの最初の真ん中で、どうここの利き足をどう相手の球に合わせるか、合わせられるようになればとてもスムーズな動きになります。はい。